レアルは、ブラジル連邦共和国の現在の通貨である。国際通貨コードはブラジルレアルである。補助通貨単位として1、100レアルに等しいセンターボがある。すべて、ブラジル中央銀行によって発行されている。ブラジルポルトガル語ではリアルは、オー、と発音をする。通貨名称としての、レアルの複数型は、伝統的にはレースだが、現在のブラジルでは、 王の意味の複数型と同様に、ニヘアイスなどと呼ぶのが一般的である。逆気は、レアルおよび、ブラジルレアルであるが、個人商店やスーパーマーケットの商品の値札では、省略して、単にドルと記すこともある。このドル記号は、シフランと呼ばれ、縦線は2本と定められている。もともと、レアルという名称は、ポルトガルの開拓者によって使用されていたが、 1654年にオランダ人がブラジル北部でレアルという通貨名で紙幣を発行し流通させたのを起源とする。その後、19世紀初頭より特にスペイン系の中南米諸国で広く使われるようにもなる。まだポルトガル植民地だった1790年、ブラジルに独自通貨ブラジルレアルが導入され、1822年の独立後も使われ続けた。 旧レアルの複数型はレースであり、しばしばこの名でも言及される。また、1000レアルにはミルレースという特別の呼び名があった。記号は RS で前置し、桁区切り記号として1000の位に、ドル、100万の位に、が使われた。つまり、例えば1234万5678、レアルは RS12、345ドル678と書く。 1942年にクルゼーロに通貨を変更してからは、インフレーションへの対処のために、高い交換デートのデノミネーションを繰り返している。結局、1942年から1994年の52年間で、1000、1000、12750イコール275系分の1のデノミネーションを行ったことになる。 比較的最近の1986年から1994年の8年間だけでも2.75兆分の1のデノミネーションになっている。記号の符号1新レアルはハイパーインフレーションへの対策の一環として、イタマール・フランコによるレアルプランにより1994年7月1日に導入された。当時のブラジルではクルゼーロレアル紙幣をリサイクルする技術がなかったため、 回収後はすべて処分された。1990年から1994年9月までは、台米ドルと独立して変動していたが、1994年10月からは、管理変動相場制となった。1994年のデノミネーションでは、2750クルゼロレアルを1レアルに換算した。この半端なレートは、当時の台米ドルレートにより決定され、これにより、 管理相場スタート時点のレートは1レアルイコール1ベイドルとなった。しかし、1998年11月から始まった、レアルの大幅下落と IMF からの415億ドルの支援受け入れ、1999年1月には管理相場を維持できなくなり、完全な変動相場制に再移行した。紙幣は1.25.1020.50100。 レアルの7種類が流通している。デザインは、表は、ほぼ同じで、裏には主にアマゾンに生息する動物の肖像画が描き込まれている。また、寄贈防止のため100レアル紙幣は発行当時から、市場流通量が、極めて少なく、一般に目にする機械は、ほとんどない。効果は、古い効果と、新しい効果があり、どちらも1.50.2550センター5と1。 レアルの6種類がある。ただし古い1レアル硬貨は2003年12月23日に無効になった。また1センターボ硬貨は現在では製造されていない。また2000年にはペドロ・アルバレス・カブラルによるブラジル発見500周年を記念20レアルのポリマー兵が発行、流通された。表にはカブラルを描き、裏にはブラジルに居住する。 様々な人種が書き込まれている。デザインには何度かマイナーチェンジしており、2006年現在の最新版は、一例ある紙幣のみ左上を国名にし、銀行名を左下に移した。タイトル、ありがとうございます。